福山市によりますと、去年11月、福山市美濃町のリサイクル工場で不燃ごみの回収作業を行っていた工場の作業員が現金合わせておよそ400万円を発券し、通報を受けた市が警察に届け出ていました。市はその際、持ち主が見つかったときに謝礼を請求したり、見つからなかったときに現金を受け取ったりする権利を放棄していました。県警によりますと、 今月二十日の保管期限までに数件の問い合わせがあったもののいずれも見つかった状況などと異なり持ち主の発見には至りませんでしたそのため法律に基づき現金は県の所有となったということです県は毎年所有者のわからない数千万円を取得することを見越し予算に計上しています今回現金は警察費として 落とし物などを届ける用紙の印刷費などに使われるということです。